今回は税務署にお金を払いに行きます。アルダーさんに改築も頼んであります。次のダンジョンでないと入手できない素材が必要になってきたので、先に進まないと。両親を葬り去る方法を考えた方がいいでしょうね。ホムの人生のために。そしてこうなる。今度はいくら請求されるんでしょう。新しいレストランなんて開いている余裕はないはずなのに。7万コインですか。貯めるのには結構かかりそうです。レシピとか集めながらのんびりやりましょう。踏み倒す人もいるんでしょうね。ポムの両親も娘がいなかったらそうしていたでしょう。ビスコッティ、今夜泊まっていってくれないかしら。慰めてほしいな。じっくり、たっぷり。次のダンジョンでは水産物が手に入るようです。クエストを受けておいて、またレシピ集め会をやるかも。代替魚ってやつですね。遠洋の深海魚とかを鮭とかとして売るという。ポムはそれでも両親が好きみたい。目を覚ましてほしいです。で、ここが氷のダンジョンです。誰か一人仲間を連れてこれるシステムにしてほしかったですね。ブリケットさんとかいかにもバトル向きの衣装ですし。武器のビルドは遠距離弾と反射でとりあえず決まりな感じです。他のスキルも乗せてみたんですが、劇的に強くはならなかったので。反射はかなり便利ですね。慎重に進む人向け。魚しか手に入らないかと思ったら他の食材も普通に出ますね。あちこち行かなくていいのは楽です。でもお肉は出ないんですね。豚肉とか牛肉もここで手に入るようにならないかな。反射だけで倒せました。
こんな場所にトマトが生息しているのは謎ですが、ご褒美が渋いです。普通に拾えるものとの差別化を希望します。手に入りにくい食材が大量に出るとかどうですか。3層目のボスです。最下層のボスはやり込み要素だと思うので、ここをクリアできたら戻ります。私のビルドはゴムを追い回してくるタイプのボスには弱いんですが、このボスはそうでもなさそうです。タピオカのアップグレードもしなくちゃ。攻撃の際に立ち止まることがあるボスなので、そこが狙い目ですね。私のポムは弾速が遅いので、時々止まってくれるとありがたいです。カニ肉をたくさん落としたりしてほしかったな。帰宅が遅くて強制睡眠になってしまいました。また少しお店が広くなったところで、今回は終了です。ごきげんよう。